はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。今回はですね、レジェンズの、明日ね、4周年生放送ありますね。11時からなんですけれども、そちらに関するメンテナンスのお知らせ情報、プラスですね、それに伴っためちゃめちゃね、注意してほしい、医師にも関わってくる情報を、発信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていてください。ということでね、4周年バチコリね、めちゃめちゃ動画のストックも作っております。はい。情報ね、たくさん発信していけると思うんで、よかったらね、チャンネル登録と高評価していってください。で、ちょっとね、まあ僕の兄弟ギルドの方でですね、少しトラブルがありまして、今すごいね、なんだろう、元気ないかもしれないんですけれども、はい。よろしくお願いいたします。ということで、早速喋っていきましょう。お知らせ入ってますね。5月27日の、15時からってことで、今日のお知らせですね。メンテナンスお知らせってことで、ガチャとショップの、メンテナンスが11時から入りますよという感じでございます。はい。で、まあ、これは、ガチャ15時まで入ってるってことは、もしかしたら明日の生放送終わって、で、もうすぐね、来るかもしれないですね。はい。新キャラのガチャが。いつも、どうだったっけ？周年の生放送って朝からやっていたんでしたっけ？忘れたんですけれども、まあ、かなり、その可能性が高いんじゃないかなというふうに、はい、思いましたね。で、ショップも、更新入るということで、周年に伴った、セールの方がね、始まるんかなというふうに思います。ステップアップとか欲しいですね、安いやつ。うん。というような感じです。で、明日ね、もちろん、まあ、ガチャ機次第ね、バッコリ引いていくつもりですんで、よろしくお願いします。で、バージョンアップのお知らせっていうのが鳴っていますけれども、これは、昨日の話かな？うん。まあ、そんなに大きな変わりないと思いますし、はい。アップストアのね、方で、ちょっとネタバレを、されているということなんで、皆さん、Twitter 上とかでも結構気をつけてくださいね。はい。そんな感じでございます。で、明日メンテナンスが入ったということで、まあサーバーメンテナンスなんで、あんまり関係ない気しますけれども、はい。一応ね、ショップとかは、今、買えるやつとかは、買っておいた方が、まあいいかもしれないですね。周年がっつりやっていくっていう人は。あ、でも大したセールないですね。なんでまあ、別にそんな気つける必要なかったですね。ごめんなさい。で、宝箱もね、まあ、メンテナンス中は引けないと思うんで、宝箱は、回収するようにしておいてくださいって感じです。で、ガチャも、何か切り替えあるかわからないんですけれども、こちらのガンマガチャとかの割引とかはですね、まあ、11時から引けなくなっちゃうんで、注意という感じでございます。はい、ガンマね、2号がめちゃめちゃ力の大会で強いんで、割引だけでも引いとくことをお勧めしたいなって、思います。で、ロストホープの方も、もう少しで終わってしまうということでね。はい。まあ、ここら辺引いておきましょう。で、続いてですね、ミッションですね。めちゃめちゃこれ気ぃつけてほしくて、はい。意思先行をね、獲得できるミッションが明日で終わりになってしまいます。はい。しかも、今日ね、追加されている、ミッションの要素もありますので、皆さんマジで気ぃつけてください、これ。アニバーサリーカウントダウンね。すべてのミッション達成しようってなってますけれども、あと1日、サイヤに属するキャラクターで3回勝利しようっていうのが、今日からね、出ていますんで、こちらクリアして、すべてのミッション達成しようっていう500のね、意思が今日から、解放になってますんで、はい。あと22時間しか受け取れないんでね、絶対こなすようにしてください。で、他のミッションとかもまだガツリやれてないよっていう人は、丸ごと一戦後、獲得できる状態だと思うんで、絶対やりましょう。もうこんなにね、簡単に石先行手に入るミッションってなかなかないんで、はい、絶対やった方がいいんでね。はい。時間ちょっと空けてでも、何でも、オートでも適当に回しといたらクリアできるんで、はい、やってくださいって感じですね。で、まあ、そんだけですかね、大きくは。で、周年によって、共闘のボスも変わるということでですね、これはまあ、動画にもしていたと思うんですけれども、一応ね、交換所の方でですね、この、僕は交換しちゃったんだけど、石のまた更新入りますんで、まだやってないよっていう人はやっといてください。プラスまあ、Z パワーとかも、はい。周年通常 SP あると思うんで、はい、引いてみてくださいって感じですね。うん。どうなんでしょう？結局、ダブルステップアップガチャなんですかね？そこら辺も僕、あんまり曖昧で分かってないんですけれども。その説濃厚な気はしていますね、正直。はい。そんな感じでございます。はい。まあ、とりあえず、意思先行の話できたんで、いいと思うんですけれども、このね、まあ、チョイスバトルとかも、まあ、がっつり明日で終わってしまうんで、ねとか、ソウルメダルとか、はい、絶対取っといた方がいいんで、よろしくお願いしますって感じです。はい。ということで、まあ、
あとは1戦ぐらい適当に PVP して、時間作って動画締めていこうと思います。はい、ということでよろしくお願いします。お相手は、青村ですね。はい、まあここら辺のパーティーも明日からねめちゃめちゃ減ってしまうかもしれないということで、ちょっと出せなかったんだが、ちょ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 見せてるねこれ。おー、なんかすごいな相手の挙動が。はい、何が来るでしょう。じゃあギュッて、うん、ちょちょちょ遠距離行きたい。 OK、 はい、行った。でかいなこれ。あー、出してくるか。まあしゃーなくて、まあ僕がね前期ねゴッド取れたパーティーになっていますけれども、はい、まあ7-8でかなり、イージーにねランキング上位を取るようにな、取れるように、ちょ待って重っなってたんですけれども、もう今度からそう甘くなくなるかもしれないというふうに思うとちょっと怖い。よし、オッケー、もうこれ反転してライジングでいいや。はい、強っ、強すぎ。うん、7-8がランキング最強ランキング1位から降りるっていう未来が全然今のところ見えないんですけれども、どうでしょうかね。はい、新キャラの性能とかめちゃめちゃ気になりますけど、やっぱ覚醒キャラにめちゃめちゃ期待しますね。なんか周年前半は合体戦士の動きどうなんかあんまりわからないんで、非常に楽しみにしています。マジで、あの宇宙サバイバル編でアニラーザとか出ないですかね。アニラーザ多分合体戦士持ってると思うんですけど、あとは新しいケフラとか緑ケフラとかも普通にめちゃめちゃ人気の、人気というか流行っていたキャラクターなんで、まあ出そうっちゃ出そうですけどね、覚醒がというふうに思っています。強すぎ7-8が大暴れすぎ、はい、もうこれウルゴジでまあバンバンやって勝ちだと思いますね。 OK、 はい、対戦ありがとうございましたということで、非常にね周年楽しみでございます。皆さんね、意思回収とかして、やれることやってね明日の生放送を望んでもらえたらなというふうに思います。それではお疲れ様でした。